ライズボア40歳以上ってことでつまんねえし走ってもしょうがないから、ね、見せ場作ってガンガン行こうと思います。ブレイブファイトクラブ農業従事者大類博之43歳、対するはリベルタから会社経営者高桑慎介44歳。今回自分は初めて、大会試合に出させていただくことになります。今まで指導してくださった方々、練習に付き合ってくれた方々、今日応援に来てくださった方々、本当に感謝しています。ありがとうございます。今日はいい試合をしていきたいと思います。皆様応援よろしくお願いします。有力だから音だね、音、やっぱ生の音聞いてください。行くぞ。富士急最高、格闘技最高、大類博之 VS 高桑慎介。さあ第10試合、重量級の試合、日立さん、この試合も注目ですね。いやー、重量級も最初の第2試合のがもう KO で、そうでしたね、すごいパワーだったんです。いや、楽しみですね。この試合も KO 決着になりそうですね。いや、可能性は大いにありそうですね。88.2kg、リベルタ所属。さあ、来ました。44歳、会社経営、高桑慎介。44歳、高桑慎介。いい顔してましたね。いい顔してますね。170cm、94.9kg。ブレイブファイトクラブ。すごいですね。43歳、農業。農業。大類博之。来ました。富士急最強、大類博之選手。わだ。いや、大類選手はなんかパフォーマンスも素晴らしいですね。いや、すごいですね。うん、仮面がすごかったですね。なんか入場のね時もね、いやー盛り上げてましたね。あの煽り映像で流れた富士急最高のサングラスかけてくるのかと思ったら、いや鉄の仮面でしたね。鉄の仮面でしたね。いやー、一方の高桑選手はなんか冷静な感じが、ね、いや本当そうですね、うん、またこれも不気味ですよね。不気味ですね、うん、あの話したことあるんですね。あ、そうなんですね。優しい方なんですけど、はい、あのまあ、やっぱこれも入場の時はやっぱり男の顔してましたね。あ、緊張感ありますね。どちらが勝つか、お迫力のある試合になりそうです。お互い足使ってますね。これやっぱ重量級でも足使うのは大事なんですね。大事ですね、うん、やっぱ一発をやっぱもうあんまもらわない方がいいですね。やっぱ重量級って一発で倒れることがあるんで、はい、そこでしっかり足使えてるのはいいですね。自分の距離を作ろうとしてるんで、一発で倒すのが重量級のねやっぱ魅力でもありますからね。そうですね。いや、キックパンツおそろいっすね。ほんまや。わー、いいボディ。赤いグローブがオールイ選手、今のオールイ選手のボディ良かったです。青のグローブが高桑選手ですね。そうですね。わー、いいワンツー。お、距離取りますね。高桑選手のワンツー。お、打ち返った。おー、オールイ選手の飛び込みすごいですね。わー、そうですね。飛び込みに出入りですね。お、ナイスイザー。二段蹴りも見せました。高桑選手のこのジャブもいい。いいですね。お、今の感じが惜しかったですね。いや、これ重量級なんですけど、はい、しっかりパンチ蹴りで技術戦っすね。技術戦、わー、いけね。オールイ選手なんかパフォーマンス的にバンバン行くのかと思ったら技術もちゃんとあるという。いや、オールイ選手ボディ出てるのがめちゃくちゃいいなと思いますね。一方高桑選手のいいところはどういうところですか。詰めてジャブをしっかりこの、はい、強いジャブを打ってるんですよ、はい、こっからこのワンツー右につなげてるのがやっぱり当たってるんで、はい、これをしっかりもっと当てていきたいですね。なるほど。いや、この第1ラウンド、これ面白い。いや、めちゃめちゃ技術勝負でしたね。いや、重量級でもやっぱこの技術見られるのもいいですね。いや、いいですね。いや、面白いですね。これは大根選手はボディを持つと蹴って、あ、ボディを散らしていけると、はい、もっと上の当てやすいと思いますね。いや、やっぱり高桑選手はこれからまた蹴りも蹴れるんで、はあ、蹴ったりしてるとあのワンツーやジャブが入りやすいですね、はい、なるほど。
はい、やはりあのレフェリーの和田良学さんもでかいですけど、お二人もでかいから、いやもうこれリンクの大丈夫ですかね、リンクそうだよね、リンクガールなんか浮いちゃいそうですけどね、もうもうトスト吸いきますもん ね、 ね、いやでかいな、すごい大きい、リンク狭いですね、そうそうです和田良学さんもいつか参戦しそうな感じします、いやー出てほしいですね、ワン、ツー、はい、すごい夢があります、さあファイナルラウンドです、さあこの試合どうなるか、そうお互いパンツが一緒なんでね、ちょっとまあいいですね、おーロー、もロー、お互いロイ、お互い今のロイ、お、このヘビー級のローキックも効きそうですよね、効きますよ、高川選手も、おおうまい、これスリップです、インロー嫌がってるですよね、うん、あー、おーこのローちょっと流れたぞ、大見選手ローもいい、あーおーいい、これはノーダウン、いやこれでももう、うん、あの印象的にはいいですよ、ダウンじゃなかった、おい、お互い効いてる場所がある、あー膝打てるのいいですね、ここでこのローちょっと嫌がってますよね、あロー、ロー効いたんじゃないですか、おいや、高桑選手勝負する、これ聞いて、相手に嫌がられたときに下がるともう相手に叩き込まれるんですけど、聞いたときこそ前に出てたんで、もう相手に蹴らせないようにしてたんですよ、なるほど、聞いたときこそ前に出る、そう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 、そういうときこそフォーカーベースで出ないといけないんですけど、それをしてるんで、なかなかできるもんじゃないですか、いやそうですよね、はい、アマチュアの中でもレベルが戦あの高い戦いでございます、いやーローのオールイ選手とパンチの今、高川選手、わあこれは効いたか、高川選手効いたか、高川選手冷たいですね、ここ冷たい、あラスト10秒、あ冷たい、さあどうなる、わあ効いたか、このあまだダウンを取った、オールイ選手のダウンが取りました、あーおー惜しい、立てなかった、ローキックで KO 勝ち、いやーやっぱ効いてましたね、さすが重量級ですね、高桑選手のパンチも良かったですね、最後も効いた後からあの猛攻がすごかったんで、はい、いやあれはなかなかできることじゃないんで、オールイ選手もちゃんと冷静でしたよね、どこが効いたか分かってた、そこでしっかり蹴りも蹴りつつ攻めつつパンチが出てきたからいいですね、パンチ蹴りだけになって蹴りばっか蹴ってると相手も分かるんで、はい、これ散らしながら最後はまたローで仕留めるっていうのは素晴らしい組み立てでしたね、いやでも高桑選手も最後までよく戦いました、いやいい迫力でしたね、やっぱり重量級いいですね、いやそうですね、でまた KO ですもんね、重量級素晴らしい、いい表情してますね、それでは見事どのような前組になるか楽しみです、大森博之選手です、コメントをいただきたいと思います、あ、皆さんこんばんは、群馬県高崎市から来ました、ブレイブファイトクラブのモルイです、気持ち分かりますよね、いや分かります、ヘビー級、ヘビー級どうでした、音良かったでしょいや今日応援してくれたみんな、この遠いところから群馬からありがとうございます、いやすごいですね、なんとか勝ててめっちゃ良かったですね、いいですね、これもギャップがあって、群馬県の高崎市ブレイキファイトクラブなんですけど、40代めちゃめちゃ強いんで、お今日セコンドついた彼もめちゃめちゃ一番強いんで次出ます、お何人も出ますんで、お願いします、群馬の高崎ですブレイブファイトクラブちょっと忘れないでいてください、すいません、じゃあ最後になります、大輝さんどこですか、ここか、1分30秒ちょっと短いんで2分2ラウンドいきますか、次俺的には2分3ラウンドでも言えます、このわがままボディでも動けますんで、すいません、まあ本当皆さんありがとうございました、ま
まだ43歳、ライズボアでは若手ですからね。いや若手ですね、まだまだ動ける。そうですね、大丈夫。いやでも次のねライズボアもしあったらまた参戦ね、楽しみですね。ブレイブファイトクラブなんかもう40代以上の選手たち、はい、めちゃめちゃ強いって言ってたんで、はい、なんかもうこれからの大会も楽しみですよね。なんかまた見たいなって思う選手ばかりなんで、これなんかチームでも有名になる可能性ありますよね、ブレイブファイトクラブが。面白かったですね。楽しかった試合でした。